幻想乙女のおかしな隠れ家。おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日からこちらの幻想乙女のおかしな隠れ家というゲームを実況していきたいと思います。こちらはですね、だいぶ前に実況したクロエのレクイエムというゲームと同じ作者さんが作ってくださった、あのブリキの時計さんが作ってくださったゲームです。これもだいぶ前のゲームなんですが、やったことないのでワクワクしております。ってことで早速やりましょう。ニューゲーム、村から外れた森の中、二人だけの秘密の隠れ家。いつでもそこにはあの家が。幻想乙女のおかしな隠れ家。おおおお、なんだ。お、なんか舞台前挨拶みたいな感じの。あー、合ってるっぽいね。はじめまして。どなた、どちら様でしょう。あ、やばい。私のあの、今画面収録してるところだと、あの、ちょうど秒数のところにこの人の立ち絵の目元の部分があって、モザイクみたいになってるわ。紳士淑女並びに少年少女の皆々様方、ごきげんよう。ごきげんよう。フェアリーズって書いてあったね。はじめまして。私は皆様方をこの物語へと導く案内役、語り部でございます。D って書いてあるね。名前はそうですね。D とでもお呼びください。助手の妖精サニーですよ。よろしくお願いします。さあ皆様、舞台形式でやってくんだね、こういうゲームはね。しばしの間お手を休め、私の話をお聞きください。始まったばかりですけどね。お時間は取らないので安心してくださいね。わかりました、聞きましょう。今宵お聞かせいたしますのは昔々のお話です。おお、いきなり BGM 止まるのやめて。吸血鬼がまだ物語で吸血鬼がまだ物語ではなかった時代、とある村には伝説がありました。今日外うるさいかもしんない、ごめん。ブーンブーンとかペッペーとかなったらごめんね。あ、なって、読めなかったよ。心よく旅人を迎え入れ一晩、あー、ところがその夜村人の一人は悲鳴で、見に行くと宿の主人が死んでいました。しばらくするとまた悲鳴が聞こえました。今度は宿のすぐ隣の家でした。それからどんどん村の人々は殺されていきました。不思議な佇まいをしたあの旅人に。進むのが早くて旅人は吸血鬼だったのです。村の人々を殺し回り満足した吸血鬼は村人の中から一人を選び自分の仲間にして去っていきました。ほう、話の流れが早すぎて全くついていけなかった。あの間髪入れずに文章が来るから私が喋る間もなかった。これで劇はおしまいでございます。早いね。え、もうエンディングですか。さよなら。え、その後吸血鬼はどうなったかって、さあいかがでしょうね。この物語には二人の吸血鬼が出てきますが、おっと口が滑りました。あらもうダメダメですよ、D さん。すまないね、サニー。とにもかくにも、これはとある少年少女の一週間のお話でございます。さて、そろそろ旅立ちのお時間ですね。それでは、どうぞ物語をお楽しみください。はい。突然、なんで、あ、ちょ、火あぶり。こうなってしまったのは、定められた運命だったのだろうか。恐ろしい結末を避けることは、できなかったのだろうか。始まったのは一週間前。
月曜日の夕暮れ時。マンデー。ボーンオンマンデー。オッケー。月曜日だって。アンジェ。アンジェ？アンジェ？アンジェ？ってどっちだろう？男かな？女かな？え？あれ？これは？あ、動ける。あ、こう、ん？この子が主人公か。この子は、なんて子？この子がアンジェ。ゼロパンクズ。あ、お金じゃないんだ。パンクズなんだ。へぇ。アイテムは何もない。じゃあちょっとセーブだけしとくか。はい、セーブ。あ、いい、かわいい音鳴るね。で、この子がアンジェで、この子は一体誰？ちょっとこの、それよりもこの花が気になる。あれ？ん？あ、走れるね。あ、ちょ、私花が気になるんだけど、いけない。もう話しかけるしかないのか。はい。べ。ベルント？ん？ベルンド？ベルンドくん？かな？アンジェってば。もう、どうしたの？ぼーっとして。あ、もしかして、何か怖いもの見た。かわいいね。なんか、あーやっぱ、あーこの子がやっぱアンジェちゃんね。で、ベル。なるほど。違う。なんでもないわ、ベル。アンジェ。へえ。そうか。ならいいけど。どっちも、二人とも刃が可愛いね。あ、ベルントだって。ベルント。そんなことよりこれからどうするのよ。目印にしてたはずのパンくずも食べられちゃったし。こんな深い森で迷っちゃうなんて、誰かが襲ってきたらどうしよう。ベルのせいだからね。狩りだなんて言って。じゃじゃーん。大丈夫。何かあっても、アンジェは僕が守るよ。何ここ付き合ってんの？何カップルですか、カップル。そうね。お願いしたいわ。ベルにできるものなら。ね。はぁ、信用されてないな。僕これでも一応狩人なんだけど。おぉ、狩人なんだ。当然よ。私の方がお姉さんだもの。それに、狩人って言っても、ベルはまだ見習いでしょ？ウサギも取れないくせに。兄弟？いや、でもな、髪の色も目の色も違ったしな。刃がお揃いってことくらいしかないよね。とにかく、もう少し先まで行ってみようよ。確かこの辺に。お？あ！愉快な BGM。あ、動ける。この花を触りたいんだけど。あ、何もないんかい。お菓子の家だ！これって、やっぱりここだった。アンジェ覚えてるよね。もちろん、昔二人でよく来たところじゃない。懐かしいな。僕は最近もたまに来てたんだ。こういう時には助かるね。じゃあ入ってみようか。うん。いいの入っても。懐かしいね、アンジェ。ベルント君かわいい。アンジェちゃんもかわいい。これは何？井戸？井戸は別になんかないね。じゃあ入っちゃうよ。お邪魔します。お菓子でできた、やっぱお菓子でできてるよね。これ食えるの？お菓子でできた可愛らしい家だ。入ってみよう。お菓子の家が普通だった時代なの？すごいね。あー、素敵。あ、ちょっと模様替えしたの分かった？うん、とっても可愛いわ。気に入ってくれてよかった。あーら、ベルントくん。あんたアンジェちゃんのこと好きでしょ。私にはわかるんだから。あら、そんな隅っこに行かないで、アンジェちゃんと一緒にいないよ。僕はここにいるからさ、アンジェは奥でくつろいでいてよ。そうね、そうしようかしら。ありがとう、ベル。この家、どこか休めるところはあるのかしらね。なるほど。奥の部屋もあるけど、とりあえずこの辺探索しようか。なんだ、鍵があるな。何かが落ちている。ん？落ちてるのを見るだけか。ビスケットとチョコの棚がある。ビスケットの甘い香りがするわ。お腹空いてきちゃった。うん。食べちゃダメなの？この辺は。タンスが置いてある。あ、でもそうか。食べちゃったらまあそのものとして、タンスとして使えなくなっちゃうからね。ふわふわなロールケーキでできたタンス。ちゃんと物を入れられるのかしら。
ビスケットとチョコ。いやこんにちは。今何か声が聞こえたような。ここだよ、棚の中だよ。こんなところに顔が。顔？どこに？ああやっと気づいてもらえた。僕って影が薄いのかな。あ、ほんとだ、顔がある、かわいい。ビスケットとチョコの棚、こいつだけ喋れるんだ。へえ。これは？チョコレートでできた机。この机溶けちゃわないか心配だわ。確かに、ここでなんか物とか書いてたらさ、あのチョコレートがベタベタくっついて紙が使い物にならなくなりそうだよね。ウエハースの本棚がある。ウエハースって歯にくっつくわよね。それさえなければとっても好きなのだけれど。ウエハースそんな歯にくっつくかな。あんまそういう、あれかな、チョコモナカジャンボみたいな感じかな。チョコモナカジャンボは確かに歯にくっつく気がする。マシュマロでできたソファーがある。ふかふかのソファー、寝心地が良さそうだわ。ここで寝るのかい？うん？あ、でも奥の部屋にベッドがあるかもしんないね。行ってみようか、じゃあ。ほい。あー、こっちもお菓子だわ。広いね。こんな秘密基地あって。え、もうここで永住してよくない？ビスケットとチョコ。うん。特に、あ、ここにも顔がある。あ、でもこの子は喋んないのか。特にはない。プリンのソファーじゃない。プリンの椅子？特に何もないね。うん。はい。チュートリアルを読む読まない。ちょっと読んでみるか。あ、操作説明ね。オッケー。大丈夫です。大丈夫です。あ、なんか、メッセージスキップとかあったね。まあ、全然いいや。ベルはこんな素敵な家具どこで見つけてきたのかしら。確かに。よく揃えたね。あ、こんなお家で？こんなお家で一晩泊まれるなんて幸せだわ。え、何のためにここに来たんだ？あ、迷っちゃったからか。言ってたな、そういえば。お菓子のお城だ。これはどんなお菓子でできているのかしらね。私もこんなお城にいつか住んでみたいわ。これいいなぁ。なんか食べちゃうのもったいないよね。そのまま腐っちゃいそうだよね。で、これは何？あ、間違った。時計がある。あ？チクタク、チクタク。時計も大変ね。あ、びっくりした。音ちっちゃくなったから何か突然恐怖の映像が来るかと思っちゃったよ。これは何？あ、割っちゃった。ごめんなさい。風船割っちゃったよ。ウエハースの本棚。ここに置いてある本は昔からあるけど、誰のものなのかしらね。ここは同じか。棚にはいろいろな色のラベルのついた缶が入っている。紅茶の缶かしら。おお。紅茶の缶ね。あー、待って、もう一回調べちゃった。これはロールケーキの炭素。これはナースドーン。ドーンって言っちゃった。アンジェちゃん、そんな怖い顔しないで。めっちゃ目かっぴらいてんじゃん。どんな驚きのものが入ってたの？あ、人気シェフ川越さんの作ったスペシャルロールケーキ。少しかじってもいいかしら。こういうネタ要素が入ってるわけだ。川越さんね。川越さん、おいしそう。ジュルリ。あ、こいつよく見たら鶏だな。ひよこもいるぞ。ひなぴよじゃん。やっほー。かけー。あれ、何か言ったかしら。ピュッ。ん？ピヨしか喋んないひなぴよか。そうか。カレンダーだ。お、びっくりした。ねえ、突然 BGM 消えないで。ソロモン・グランティ。月曜日に生まれた。火曜日に洗礼を受け、水曜日に嫁をもらい、木曜日に病気になった。金曜日に病気が悪くなり、土曜日に死んだ。日曜日には埋められて、ソロモン・グランディは一巻の終わり。不気味。こんな可愛い家にそんな死んだとか書かれてたらめちゃめちゃ不気味じゃないか。落書き、誰が書いたんだろう。うん。で、そんなことよりどこかに休める場所はないかしら。あ、オッケー、休める場所は、最後にちょっとベッド調べるから待って。あ。あれ、立て付けが悪いのかしら。あ、クローゼット開かないんだ。
で、あと別に調べられそうなのはベッドしかないから、ベッドを調べてって感じだけど、一回セーブをしよう。ベッド調べよう。わあ、大きくて素敵なベッドだわ。ベルが作ってくれたのかしら。あ？え？何？何こいつ？ん？復活の卵。三つの卵。あなたのためにと書かれている。は？何突然？復活の卵、三つの卵、あなたのために。え、ちょっと、怖っ。突然何よ。三つじゃねえじゃん。いっぱいあるよ。ここにもあるよ。何これ。え？一個割ってみる？あ！え？画面にヒビが！助けて！なんで？何これ？どういうこと？ベルントにベッドのことを報告する。今はまだいい。ちょっと待って。これの中には？今のは？あれ？なんか出てる気がするけど。なんだろう。さっきの割れたのは何だったの？もう一回やっとく？うわぁ！くそったれ！何だったんだ？全部割っちゃおうか。うん。うわぁ！何これ？何うわぁ！何怖い怖い怖い。今のは？ずっとついてくる。こいつ何か？何助けて。ごめんなさい。ごめんなさい。これは何？うわぁ！最後のやつ割っちゃおう。ほら！何もない。あ？なんかいる！うわ！消えた。今なんか血まみれじゃなかった？今いた女の子たち。ん？アンジェ、大丈夫？ベル、あのね、今、お化けが。お化け？アンジェ大丈夫だから。よしよし。あんた絶対信じてないでしょ。かわいいな。なんだったの？さっきのは一体何だったの？怖いな。ちょっと、別セーブ取っとくか。割る前のやつと割った後のセーブね。はい、じゃあベル君に話しかけようか、ベッドのこと。そうだわ、ベル。食事してなかったもんね。そうだな。これじゃあお腹の足しにならないかもしれないけど。僕が作ったドーナツだよ。作れるの？ドーナツ作れんの？何？もう料理できる系男子？好感度高。私の大好物じゃない。アンジェが喜ぶと思って、一個だけ持ってきてたんだ。ベルの分は？僕はお腹いっぱいだから別に。あれ？二人ともお腹鳴ってら。はい。半分こ。いいの？当たり前じゃない。もともとベルが持ってきたんだし。なんか、かっこ悪いな。いいのよ。ベルはそれで。何ここの組み合わせ、かわいい。もう体をちょっと左右に揺らしちゃうくらいには可愛かった今。ねえ、ところで、そろそろ日も暮れてきたからここで休めるか調べてみたんだけど、ベッドは一つだけだったのよね。顔をわからめているよ。僕は別に深い意味があってそれを置いたわけじゃ、だ。よくわからないけど、ありがとね、ベル。あんな大きなベッドに一人で寝られるだなんて、嬉しいわ。二人で寝る気ゼロ。でも、このままじゃベルの寝場所がないわね。そうだわ。ソファーならふかふかしてるし、少しは寝やすいかも。それでいい？ベル。露骨にがっかりしてる。じゃあ、今日はもうゆっくり休みましょ。ベル、おやすみなさい。かわいい。何？怖いな、突然。この音は？あ、
あと5日。はあ。チューズデイ。え、クリスチェンズオンチューズデイ。読めたかな？ん？もう朝なのね。何このなんか、一個だけタイルが剥がれ落ちて砂嵐みたいになってるけど。早く帰らなくちゃ。ベルは起きてるかしら。うん。あ、なんかあれ？お菓子腐ってね？お菓子ちょっとボロボロになってきてない？かじった？寝てる間にかじったかい？ベルちゃん。あ、ベルちゃんじゃない、間違えた。ベルちゃんはベルくん。あれ？ところどころなくなってるよ。これは？あ、でも通れるんだ。触れもしないわ。じゃあ、まだ時間ちょっとあるから、ちょっとだけ進もうかね。なんかこの辺溶けてるしね、ちょっと様子が変だぞ。様子が変だぞ、壁紙とかも。じゃあちょっとベル君に話しかけに行こうか。ほい。ヤッホー怖いな。アンジェ、おはよう。ベル、おはよう。さあ、さっさとこの家を出ましょ。そうだね。ここ懐かしいし、居心地もいいし、もう少しいたい気もするけど。それはそうかもしれないけど、でもやっぱり帰らなくちゃいけないわ。うん、わかったよ。うん。ここから出ればいいのかい？あ、ドアはびくともしない。あ、開かない？嘘だろ？アンジェ、ちょっと貸してみて。ぐぐぐ。あ、ドアノブがドアから引っこ抜かれてしまった。もうダメじゃん、出れれないじゃん。出れれないじゃんだって。すごい髪型した。どうするのよ。落ち着いてよ。そもそもこのドア、打ち付けられてるみたいだ。ドアノブがあっても開かないよ。あ、じゃあ昨日のその夜の、どんどこどんどこってやつは、扉が打ち付けられてる音だったってこと？そんな、このままじゃ出られないわ。もうちょっとここにいてほしいってことさ。え、誰？お！ベル、今喋った？うん、何も言ってないよ。僕たちはここにいるのさ。フェアリーズ。僕の名前はエリック。この家の妖精なのさ。はあ。何をあんた、一体どこから来たの、無視。何をあんた、よくわからないけどイライラするわ、その喋り方。喋り方なんだ、そんなイライラする喋り方なのか。わかった。うわ、うん、アンジはどうしてここに来たと思う？なんで私の名前知っているのよ。それはずっと君の気がついた。それは昨日ずっと君たちの話を聞いていたからなのさ。僕だけじゃない、みんなね。あ、いっぱいいる。言ってることがよくわからないんだけど。う、ごめんなさい。うふふ、みんなアンジェ様のことを歓迎してるんです。喋ってくれない。ねえアンジェ、出られないならさ、僕たちと一緒に遊ぼうよ。遊んであげる。いや、まあ出られないんだし遊んでもいいんじゃないの。そうね、少しだけならいいわよ。ちょっとアンジェ、じゃあさ、こっちにおいでアンジェ。やったー、アンジェ様、アンジェ様。あー、じゃああっちの部屋で遊べってことか。うん。え、動ける？あ、動けるわ。 BGM ない、怖い。あ、ベル君はなんかただ困惑しているね。まあ、確かに妖精が突然現れたら怖いよね。この様子も気になるけれども、今日はじゃあこの辺で終わりましょうかね。気になるところですがね。ご視聴ありがとうございました。ちなみに言っときますが、こちら、ホラーゲームです。ではまた次回お会いしましょう。おつぴよでーす。